こんにちは、太郎さんは元気でしょうか。こんにちは、そかじきの久保でございます。私に紹介されると伸びるかどうかっていうのはちょっとね、その霊的なスピリチュアル的なものがあるのかもしれませんけども、私はね、やっぱりこう2つぐらいの理由を持ってこの人を紹介するって活動しています。1つ目はですね、私でも思うんですけども、チャンネル登録100万人の人に私の動画を紹介されたらいいな、一つは誇り高いなと思いますし、嬉しいなと思いますし、もう一つは100万人の人に紹介してもらったら私のチャンネル登録もね、伸びるんじゃないかなと思うんですよ。それそうですよね、目立つわけですからね、だからそう思うんですよね。だから自分の100倍の影響力がある人、こういうのいいなと思ったりするんですよ。でそう考えると、私今1万人ですから、100人とか500人の人が多分私みたいな1万人のチャンネル登録がある YouTube から紹介してもらうと励みになるんじゃないかなと思いますし、ある程度ねチャンネル登録増えると思うんですよ。で同じ YouTube でこう楽しんでいる、私はね仲間だと思ってるんで、できれば応援したいなと思いますよね。もちろん自分の意にそぐわないものとか、なんか人を傷つけるものとかね紹介しないですけどね、でもやっぱりYouTuber としてやっていきたいんだって人の助けになればなと思います。で2つ目なんですけども、やっぱりね自分のことを見てくれて、自分のことを紹介してくれる人がいる、応援してくれる人がいるって思うと、それは頑張れると思うんですよ。これはね別にチャンネル登録の数じゃなくって、例えばチャンネル登録100人ぐらいの方がね、10人でもいいですよ、私の動画を紹介してくれたら、それはねいやありがたいなと思いますよね。でもね中にはね、そうならない関係の方もいるんですよ。私がある特定の人の動画を紹介しても、別にその人は私のことを紹介しなかったらもう起きるわけですよ、当然ね。私はそれを期待してやってるわけでもないんで、それはいいんですけども、ただねチャンスだと捉えることができるんですよ。あ、自分のチャンネルに注目してくれてるなと、よし食い込んでいこうと、よしここでチャンネル登録、自分は100人ぐらいだけども1万人の久保さんの動画をどんどん取り上げることによって、久保さんからのアクセスを流入しようかなとかね、で私の書いてるタイトルにものすごくこう引っ掛けてね、億万長者から来たメールみたいなね、そんな感じでタイトル作っていくとか、稼いだ人はこうも違うみたいな感じで食い込んでいくのもいいでしょうし、隠居とはみたいな感じでね、私の動画を見ながらやっていくのもいいと思います。私ね竹中平蔵さんのね動画 YouTube チャンネルが解説したのを見て、竹中平蔵さんが動画を上げるたんびに、その動画に突っ込んだり持ち上げたりみたいなね、竹中平蔵お前のせいだっていうチャンネルも作ってるんですよ。やっぱりアクセスはそこそこありますよね。で竹中平蔵さんに興味があって、私の動画を知らない人にもそれはこう引っかかるわけなんですよ。だからそういうような形であらゆることをチャンスにしてほしいなっていう願いも込められてますね。で羽根野さんはね、なんか私に紹介してもらうと数字が伸びるみたいな見解出されてましたけども、すごくいい切り口じゃないですか。ああいうふうな特定の人を考察するものっていうのは、やっぱりいいですよね。私も花江でもさんをね高く評価してここまで来ましたけども、本当にね1000人2000人っていうのは、あっという間になるだろうなと思いました。1年ぐらいはねかかっても2000人とか3000人いくだろうなと思ってたんですよ。で今見ると吉谷さんがね、億万長者合宿のパートナーの吉谷さんが3930人なんですけども、1年で800人ぐらいしか増えてないんですよね。けどこのチャンネル登録っていうのは かなり重いんですよ。濃い800人が増えてるんですよ。だから数以上のインパクトあるなと思うんですけどね。花涼子さんの方がでも伸び数は上だったと思いますよ。だからね、チャンネル登録だけじゃないんですけども、ただ一つの指標になるじゃないですか、 YouTube をやってる限りは再生数とチャンネル登録っていうのは。だからやっぱりまずはね数を追っかけてほしいなってところもあるし、数に走らないでほしいなってところもあるし、両方ですかね。ある時は数を取るための動画が走るでしょうし、ある時は本当に自分の伝えたいメッセージがあるでしょうしね、それを交互に扱っていくことかなと思いますけどね。花江レモさんはそういう意味でもバランスいいんじゃないですか。自分のいわゆる生徒さんというかね、自分のサロンの方とか自分の身内に対するメッセージを一般公開しているところで、その活動をね外から見れるっていう環境を維持してくださってますよね。
で、そこに入ったら自分のことが見てもらえるんだっていうふうな安心感もあると思うんですよ。これからもそういう運営、しっかりとして続けてもらいたいなと思いますね。まあ、なんかでもなんかやり方結構似てましたよね、私たちねなんかそんな気がしますね。はい、それでは今回は以上でございます。花山さん、次の動画もお楽しみに。